じゃあね、PCR 法の難問対策として、一つ話をしたいと思います。ある DNA のある領域だけ増やしたいと思ったときに、ここだけ増やしたいと思ったときに、もちろん DNA を全長複製したいと思うこともあるだろうけど、この部分だけが欲しいと思ったときに、この短い部分だけが、どうするか、どうするかというと、こことここに、結合するようなプライマーを設計して作って加えて PCR を回せば、何サイクルか回すとここだけの領域がたくさん得られるんですよ。僕らが今得たいのは、この領域、ね、短い塩基配列の領域がこうたくさん何百本も得られればいいなと僕ら今思ってるのね。で、どうするかっていうと、普通に PCR を進めていきます。2本差に分かれて、そして僕らここを増やしたいと思ったら、こことここに、ぴったり結合するようなプライマーを、自分たちで設計して加えます。そうすると、DNA ポリメラーゼはプライマーを足がかりにして複製を進めてくれます。これが DNA ポリメラーゼね。ずらーっと進めてくれます。ね、目的のものは得られました。確かに、ここの配列は2倍に増えたけども、なんか僕らのイメージとちょっと違うよね。僕らはこの短くなった、この短い部分だけがたくさんね、欲しいんですよ。なんかちょっとね、なんか邪魔なものがついてるよね。もう一サイクル回してみます。じゃあね、ちょっと、この下のサイクル、下の鎖だけをその後見てみようか。ね、上の鎖もこれ反転させれば同じだからね。この下の鎖、同じように、95度で2つの1本差に割ります。で、同じようにプライマーが取り付いて、そして DNA ポリメラーゼが複製を行います。ね。あ、できた。できた。ね。4本ね。今さっきできた下の鎖のその後を見たけど、ね、さっきもう一個同じセットができてるから、ね、同じようなセットができてるから、ね、実際4倍に目的の配列は増幅されたわけ、ね、1個2個、そして書いてない1個2個で合計4個、ね、あ、目的の配列が4倍に増幅されたと思うんだけど、だけどね、まぁ、ちょっとこれね、ここにちょっとなんかこれちょっと変だよね。ね、本当にハサミで、本当はね、切りたいんだけど、ね、ハサミでなかなか切れないから、どうするかっていうと、もう一サイクル回してみるよ。ね、この鎖、ね、この鎖って、今のと同じだから、ちょっと、このその後もちゃんと書いてほしいんだけど、ね、ちょっと、この黄色の鎖のその後を見てみようか。こいつのその後は、ね、95度で割るんだよね。95度で割る。割ってプライマーが取り付く。プライマーが取り付いて、で DNA ポリメラーゼが複製していくんだね。ここに初めて今僕たちが得たいと思っている DNA、ぴったり同じ長さの DNA が得られたわけです。その後は、ね、こいつが分かれて複製、ね、こいつが分かれて複製っていうふうにどんどん数を増やすことができます。ただちょっと、これ書けるようになってほしい、難問対策として書けるようになってほしいのは、一サイクル目から目的の長さの産物ができるわけじゃないんだってね。そこをしっかり注意しながら自分でね、 PCR を紙の上で再現できるようになってほしいです。ちょっとね、難しい問題に取り組みたいと思っている人は紙の上で PCR を再現できるようになってほしいです、ね、ここを増やしたい配列を挟み込むようにプライマーを設計するのがポイントです。